はい、少子化対策の案の一つ、大学無償化についての詳細、こちら明らかになりました。はい、あくまでも案なんですけれども、大学無償化2025年度から始まり、所得制限は設けられません。3人以上の子どもを扶養している世帯、子ども全員が対象となります。入学金、授業料を無償化、学部関係なく1年間の上限が国公立で54万円、私立で70万円となります。留年すると打ち切りになる方針だということなんですが、注意点もあります。子供が3人いる家族の場合、この家庭の場合なんですけれども、長男が大学卒業などで扶養を外れるとこうなります。子供が1人いなくなるという考えになるので、弟、妹の2人は無償化の対象外になります。はい、こうなると恩恵を受けるのはちょっと限定的かなというふうにもするわけですけれど、神崎さん、そういう意味ではこの財源の方にも問題はあるわけですよね。そうですね、財源をこれ増税するとまたなんやねんという話になると思うので、今検討されているのは皆さん払っている医療費ですね。これ今月額500円ずつ上乗せしていって、まあ子育て以外の人、医療費はみんな払っているので、その人たちで子育てを支援していこうという考え方なんですけど、実質はまあ増税に近いような形になるかなと思いますね。まあだし実際に社会保険料とかだと現役世代への比重がむしろ重くなっているところもあるから、だから独身世帯とかっていうのにやっぱりこうしわ寄せというか負担がいって恩恵がなかなか受けられないっていうような可能性もある。これ本来はこれあくまでも実は子育て支援であって、本来であればやっぱりこの、結婚しようと思うけどしてない人とか、そういったところに、支援していって、なんとか子供を作ろうと、要はゼロを1にしようという人とかに、本当はねうまいことやっていく施策がいるんですけど、なかなか今それが編み出せてないところがあるので、やっぱりとりあえずは今いる子供たちをなんとか2人を3人にしてもらおうというのが一つ今回のこのアイディアなんですよね。そうですね、年内にも閣議決定する見通しだということです。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。